南青山五丁目交差点から見る骨董通り骨董通りは東京都港区南青山にある通りであり国道246号の南青山五丁目交差点と東京都道412号霞ヶ関渋谷線の高木町交差点を結ぶ道路の通称である全線が東京都市計画道路補助第23号線に指定されており特に南青山五丁目交差点側は セットバックが進んでいる。かつては高木町通りと呼ばれ、都電の走る電車通りだった。アンティーク通りという表記も見られる。骨董通り正式には南町通りというが、高木町通りとも呼ばれ、南青山骨董通り、または青山骨董通りとも言う。沿線には、ブティックやオフィスビル、マンション、骨董品店などがある。 道路は片側一車線の対面通行であり、全線にわたって両側にパーキングメーターが設置されている。電線類地中化は実施されていない。六本木通りと青山通りとをつなぐバス通りであり、六本木通りに青山学院下のトンネルが開通する以前には渋谷と六本木をつなぐ主要路としても機能していた。当時は都電六系統が渋谷駅から青山通りを 青山6丁目より折れてこの道を走っており、この経路は都営バス支部88系統へと継承されている。都市計画道路としては、平成28年公表の東京における都市、計画道路の整備方針においても、車道混雑度の緩和のほか、自転車の走行と快適な歩行空間の確保に加え、特に広域避難場所として位置づけられている、青山学院、 実践女子学園一帯に接続する路線部であることを理由として、南青山五丁目交差点から東京都市計画道路補助第五号線と交わる南青山六丁目交差点までの区間について、串港の優先整備路線に指定されている。太平洋戦争後、通り沿いに根津美術館、小原流会館などがある、この通りに骨董品店が集まるようになった。 骨董通りの愛称はこれにちなんでおり、1980年代頃から自然発生的に使われるようになった、もしくは古美術鑑定家、中島製之助が使い出したものが広まったなどと言われる。富士フィルム級本社ビル1969年、春高、都市計画道路一覧、港区都市計画情報提供サービス。 www.sonicweb-asp.jp2021 年5月19日閲覧骨董通りアクセス営業時間料金情報ジャランネット w w w j a l a n n e t 2 0 2 0年10月31日閲覧骨董通り口コミアクセス営業時間青山旅行の口コミサイト4トラベル 2020年10月31日閲覧。東京における都市計画道路の整備方針。パブリックコメントの結果の概要。2021年6月11日閲覧。第4次事業化計画における優先整備路線一図。2021年5月19日閲覧。本社オフィス移転のご案内。リノベル株式会社。2020年10月30日閲覧。 ギャラリー集積地日本橋、京橋美術骨董通り、ありがとうございます。